ね、内灘がね、私好きなんですよ。長いんだよ、またこの海岸が素晴らしく長く、そうですね、九十九里浜みたいな。今日のワンポイント、はい、今日はですね、割とこの最新遺跡の、うん、こう巨石を巡る旅になります。よろしくお願いします。縄文遺跡も含めですね、はい、よろしくお願いします。どうですか、北大社初めて？北大社は前来たと思います。お参りは、お参りは来た、はい、いらずですか。大国主を祀っていますから、縁結び祭。北大神宮寺小学院、右に進み、和合の神様、くくり姫の御事を発生した白山神社を参りに、右に進み、学問の神様、津川の道山公を発生した津川の神社を参りました。この伊良津の森奥宮佐能の御事を祀っている、はい、そこに入って奥宮まで行きたいんですが、伊良津の森なので入っちゃいけません。残念ながらここで妖怪しホラガイウォーフォーズの放送いたします。戸玉の森が素晴らしいね。あの二祖の森も伊良津の森としているところは、入ったら入ったで普通の森のそのあれかもしれないけどね、この伊良津の森としてしているところが大事ですね。戸玉神社、ちょっとなんとなく南方系の感じもしないではない雰囲気、あのこれは杉だけれどもね、タブですか、タブの木ですか。ちょっとコブがこうついてるような、これタブですかね。
きいね。このタブノキの何とも言えない木肌の、はあ、いいですね。この佇まい、何とも言えない味わい深い。群生しているんだね。すごいな。エマも合格期間のエマ。エマの飾り。桁大社神宮寺ですね。東山桁大社の神宮寺別当寺。元正天皇の御代養老2年。712年、日本書紀ができる3年前に越前の大長、大長は、白山を開いた無双のお塚一同建立したと。その後門徳天皇としに企画蓬莱山桁大神宮寺の直行たまい、直行たまい上住の僧を置いて出家上司3人を認めると。あでも明治維新の神仏分離令で直接の関与を断つ。八田の神教、赤須の宮とやる護摩堂、不動明王重要文化財阿弥陀如来、不動明王尊、能登石宮不動明王尊なんですね。弘法大師、本当撮影中、海を結構結構とカエルも鳴いて出ている。結構けどけど最も苦しき戦いに最も苦しみ死に至る昔の陸軍中尉折口晴美並びにその父忍ぶの墓。4回目かな、今日、今回。折口晴美、父、忍のぶ、奉納いた
荒御霊二つ愛よる宮香山、我が悲しみもここにうずめ。岡野弘彦さんと一緒にここにやってきましたね。以前の墓被災をやった時に、懐かしいです。原子力発電所入り口、広い施設。美味しそうだ。あれかもね。あれ、私一回行ってる、あそこ。行ったことある。なんでで行ったんだろう。覚えてる。ここいつ行ったんだろう。多分なんか空洞になってるんですよね。ここの中に入った記憶がある。あそこですか。うん、いつだろうな。やっぱり大熊さんに案内してもらったのかな。検問ありますね。ふたぐいはどうもになって、須田さん、あ、やっぱりどうもの中に入ってみそぎをしなきゃいけないんじゃないですか。どうですか。じゃあ次回ぜひ。次回じゃない。もう次回はないと思え。いや、ありますよ。いやー、これはね、ふたぐいのオリヒメのタテシア旗の木ぐいは、磯の旗ぐいは、あやおり帰る波の風です。なかなかいいね。下から見る方が全然いいね。岩だけ。うん、
どうですか。どうですか。ああ、本当だ。お父さん、お母さん、子供みたいな。あ、この鳥居ね。四世紀。ああ、なかなか整ってるね。この3つね、なんとも小さいの入れると4つ、はい、義経の船隠し。権現岩の海岸の岩、自然に穴が開いていた。トトロの鳴き声かな。ありがとうございました。置いていきます。そうじゃ、そういうことにしたんですよ。元だから、道元禅師総持寺の元だから、漆の里、輪島の町、美術工芸。千枚田は混雑混雑混雑。棚田千枚田っていう、うん、これすごいわ。うん、しかも海と旅行取れます。日本のアイルランド、ノートハンド。平家の里、
大納言平時忠子孫、時国家っていうのかな、神時国家、上時国家。注ぎ海岸の町ですね。すごい声の割り。すごいね。あなたも鯉のぼりみたいになってるよ。そうですか。登ってるね。じゃない。じゃないですかね。のろし漁港。大崎最北端の宿、能登最北端なんだね、のろしが。鈴神社、天津日高彦頬仁木の御事、美穂すすみの御事、金分金分宮っていうのがこの花咲く山、あ一番大きい山伏山ですね、のろしのちょっと東側に鈴神社が、海抜21メートル。この今から10年ちょっと前でしょうか、今は立教大学教授になった大隈源さんと一緒に来ました。でここに入った時にちょっとやっぱ宇多木っぽいよね、このタブノキとかじゃないですか。だからまあ桁大社にもそういうところがあるけれど、この山の感じっていうのがトンネルのようなプランポー系の感じしたんだよね、非常にこう。タブの木でしょうね。タブの大木だよね。すごいよこの森は。タブの森ですわ。タブとか椿がこれだけあるということは、かなりあの南の暖かさがあるということでしょう。カエル。
このタブの森すごいわ。大木ですわ。数神社のこの参道のタブの木の並木っていうのか、参道タブの木の林立、素晴らしいですね。ウグイスも綺麗に鳴いてる。おや、海ほほい。いやの本殿ですね。これはね、おそらくあの入らずの森もこういう森の感じだと思うんだよね。磯の森も基本的にこういう、いかに森をね、よりどころにしているのか、森の力によって支えられているというのがもうはっきりと分かりますね。この森のすごさ、これはカメラには収まりませんね。動画にも収まりませんね。この森の奥行き感すごいんだよな。これタブの森のこう根を生やして枝をガーッと上げて、そこつゆ姉に見合わせたおふとし酒高間の花にちぎたらしい絶妙のまさにそこつゆ姉に根を張りながら高間の花に向かってちぎのように枝をバーッと伸ばして命の叫び、命の賛歌を歌ってるというタブの木の歌。須田さん、はい、私あの石の声を聞けっていう歌を作ったよ。本当ですか。今回明後日歌おうか。石の国へ行こうよ。うん、須田さんのために。ありがとうございます。じゃあ5日にお願い申し上げます。はい、歌いましょう。これは見事だよな。この樹木のこう天にそびえ立って光を覆うんだけれど、そこから木漏れ日が差してきて、この苔とか地面に火を当てて、そしてシャムシャですね。この苔の
りね。この鈴ビーチホテルができる、この今建設中、もう10階建てぐらいの、これ人来るんだろうか。改修じゃないですかね。改修？もしかして。あ、そうか。能登半島で赤信号で止まりました。すごいな。能登半島の突端の方のタコ島なんですけどもね。驚きですね。信号 4つもこの鹿児島で止まっちゃう。私こんなに信じられないですね。結構町も本当に立派でしたね。見附島に急ぐ須田郡司さん、縁結び見つけ恋路恋道。空海が三個の三所を長けた能登法華経が五箇所は光り輝き法華経となる。入っていきます。
で、そしてこの谷に行く、この谷に行くね、あの駐車場がなかった。おー、遺跡のウッドサークルが見えてきた。だからそこへ行くにはどうすればいいんですかね。あの道を降りてこう来たのかな。こう、なんか白いと思ってこれですか。あれかな。あれ丸い。あそこは車行けますよ。どっから。車行けると思います。車。左側が小学校。小学校か。ここ突っ切りましょう、この道。これだけですよ。あの、まあ向こうにもいろいろ立ってるけどね。その真脇遺跡がですね、私にとってすごくあの重要な意味を持つのは、もちろんウッドサークルがここ10本だったかな、こういうあの並んでいるということと、それから周りの地形がですね、もう完全に盆地でしょ。そしてこの東側は開けているわけよ、この海が。そこのところからね、この地形、そのほぼこの近くまでね、昔は縄文時代は海が来てたはずなんだよ。なので本当に海の中の海沿いの集落であったはずなんだよね。そこにイルカが356台かあるんですね。ちょうど正面が東ですね。まあ、東でしょ、はい、だから日が、朝日が昇ってくるわけですよ、こう越えたーっと。そしてこの周りの森の幸と海の、まあ、この近くまで海が来てたはずだから、海の幸がつながってこの辺りに人々が住んでたわけよね。あれはね、サークルじゃないんですよ。あれはあの列柱、サークルではなく列柱。うわ、ウッドサークルの中に入っていきました。これは実際にあったものを再現してるんでしょうか。再現してるんだけどね、ぐんちゃん変だと思わない。あれ、これ木をくっつけて、これ木がですね、2つ継ぎ、あのね、継ぎ木をして、継ぎ木じゃないんだ、これ見てごい、横から。つまりですね、その外側に向けているのがこの切った側を外側に向けて、内側を丸い部分を外、あ、内側中なんですね。これ不思議なあれでしょ、構造体でしょ。なんでこういう風にしたかということが実に不思議なんだよ。これは世界観があるはずなんだよ。その世界観が、その世界観をですね、私は興味を持ったわけ。このウッドサークルの外側をこう、なんていうか、あの直線状のものにして、内側を曲線状のものにして、ちょっとこれで撮っといてくれません、
で私あのイヤウェイとホラガイを真ん中で。中で、はい。東の方に向いて何かが聖なる方向性があるはずだと。これだけのねサークルを作る円環の思想があるはずだよね。そしてそこに2つあるということは入り口だと思うんだよ。ここはちょっとこう、ね、2つだから向こうからやってくる何か、こっちは東ですよね。はい、だからつくも湾はそっちにあるわけや。でそのそっちの方からこう入ってくるわけよ、こうね。その入ってくる精霊っていうのか何かを受けるわけですよ。そしてこちらの方になんか受け止める。そして周りはつまりですね、この地形が周りを三方山に囲んでるでしょ、はい、これは体内だと思うのね。でその体内にここに、はい、もう一つの小体内を作ったわけで、この木とこれがその体内への入り口ですね。そしてその向こう海からやってきたそのなんていうか精霊っていうものをこの中に受け止めて、そしてここで新たに育むというのか生命母体になって、これが一つの力を持つという構造体かなというのが。でこのここにですね四柱あるわけだよね、低いのが、はい、でその四柱がこの入り口を、まあ、作っているわけですよ。で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と10の感情のウッド木のね、木製のサークルで、かつ前に4本の列柱が立っていて、東側に4本の列柱があると。完全にそれはあの昨日ね大重さんの追い込み漁を見たじゃん。追い込み漁っていうのはこの向こうから海の方からバシャバシャバシャと追い込むわけですよ、魚を。で魚を追い込んでこちらの方に逃げて、その網でさーっと全部すくうわけじゃないですか。まあ、その構造にも似てるんだよね。でこっちからやってくる何か霊的な力を全てその中にこう含み持って、
そして、復活するというか再生してしめるような、そういう働きをね、このウッドサークルは持っていると私は前感じて、で気候でいうところの大終点がこの山々で三山で、で小終点がこのここのねウッドだと思うんですね。どうでしょうか。いや面白いですね。なんというか沖縄の気候場か、つまり女性のこの本当にこう、体内ね、体内がまさにそのフォト的な、はいはいはい、これ空間であり、はい、そこに光がこう入ることによって、はい、みたいな、だから一つの洞窟だと思うんですよね。この、まあ、洞窟であり母体であると思うんですよ。だから、まあ、言ってみれば天の岩戸で、その岩戸の中に太陽が東から春分、真東だったらね、春分秋分の日が差し込んでくるわけだからね、この日が差し込んできて、そういうその霊を受け止めるというか、火の精霊で、火とともに魚もやってくるわけですよ、向こうから。そしていろんな生命がこっちからね、東の方からやってくると。だから東方に向いて門が開いているというか、ゲートが開いているという。太陽もそうですね、海の幸も。そして山から水が流れてきて、ここの下をこう川がね、流れているではないですか。循環しているような。ちょうどそれがね、山々のほぼ真ん中に近いところにこのウッドサークルが立っているわけだから、この辺のね、うまい作り方やなって。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここで日の出見たらいいかもしれません。横浜さん、どうぞ。私は寝てるからあなたに任せるよ。写真撮っといて。遺跡公園です。そこに列柱3本立っております。この列柱は4メートルぐらいの高さで3本ありますね。これが一体何なのかということの説明書きがここにあります。あ、これが3本の木柱です。ほぼ東西方向に並ぶ 栗の木を使っている。これが木柱列。これ4箇所ですか。4箇所。環状木柱列の特徴。丸太の芯を外すように割り、半割り中に加工し、割った面を外側。ねえ。割った面がなんで外側か。石川県と富山県に多く確認されている。入り口と見られる施設門扉状遺構が作られる。で、マーキーではほぼ同じ場所に6回建て替えられている、建て替えですか。建て替えられている。約2800年前に作られたもの。この栄冠が作られたのは2800年、もう縄文の晩期ですかね。そうだとすると紀元前。
じゃあ須田さん、いや、カメラ、正確に言うと、ちょっとこれは、あれ、この見ると南がこっちになりますね。ですから、やはりこれ南です。ちょっとこう見た方がいいです。南です。じゃあ南向きに門が開いてる。正確な、ちょっとこのあれだと正確ではありませんけど、ほぼ南ですね。うん、こっちが、まあ、こうですから、ですね、南ではなくて、うん、東南だよね。東南ですね。東南に向いているということは、冬至の日が差し込む方向かどうかが重要なんですよ。ああ、なるほど。ということは、ね、ニューグレンジのような。そうそうそう。ね、うん、だから冬至の日は、東南から入ってくるわけですよ。なるほど。だから東南から入ってくるとすると、このまあ完全に 南ではないんだよね。この東の方に向いてるんだよね。ちょっと東に、こうですね。南南東かな。これが 南でしょ。南、こっちですか、ね、こっちが南でしょ。東、そのやや南寄りですね。まあでもほぼ東南、南東、これ南東っていうのが角度が重要で、南東140度、南東139、その前後ですね。40度は振ってるってことだ。そうですね。ということはほぼ冬至の 方角は入ってくるってことだと思うよね。だから30度から40度振ってるってことは、冬至の方角から朝日が昇ってくるはずじゃないでしょうかね。まあちゃんとこれは計算した天文学的な一応計算しなきゃいけないけど、センターから見ると東北東67度ですね。センターから見るとどっちが、その木の三列木柱がですね、あ、三列木柱、ね、北東の66度ぐらいですね。北東ね、はい、北東の68から7、はい、こっちが北だもんね。こっちが北ですね。この辺が北だよね。だから北東だもんね。鬼門の方角だよね。はい。だからあれは北東っていうことは、まあほぼ鬼門の方角にあるってことだよね。あの木柱列、はい、三列は。そうですね。あの三列。北東でしょ。北東ですね。はい。そうですね。で、ちょうど真北はこの木の真ん中が。うん？この木の真ん中。ちょっとね、ちょっとこれ多少動いちゃうんですよね。うん。ああ、ちょっと、ね、ここが、あれいいんだよ。でもさっきの見ると、間違いなくほぼ、あれですね、こっちは南ですからね。はい。っていうと、冬至の日に日が、こう、差してきて、こちらの方から日が差してきて、そして、春分の、秋分の頃は東はこっちですか、真東がね。はい。真東がこちらから日が差してきて、そしてだん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 、冬至の頃はこっちからだから真東。そして、夏、夏至はこちらの北東の方から差してくるから、この方角からですね、夏至の方角、こう差してくるわけや。ね。はい。そして沈む方角はですね、西南の方へ、冬は沈んでいく、この方角へ、西、沈んでいくわけですね、西南の方。で、西北の方に、夏至の方角、日が沈んでいくはずですよね。だそういうことを考えると、結構、太陽の光線が、どういう角度で入るかということを測ることができるような装置にもなっているはずだよね。暦、カレンダーですね。まあカレンダーかどうか分かりませんが、暦的な要素もあると。で、この高さがね、10メートルぐらいある？ 10 メートルもないか、8メートル、まあ、6メーター、7メーターぐらいですね。そしてその4本 あのそこにある入り口のようなところが、これが 3.5 メートルぐらいですね。そうですね。
なかなかこの構造、この世界観をね、知りたいわけよ。どういう世界観、世界構造でこの半割りの、それも半割りの外側をね、そうですね、これが外の丸い状態で、そう、丸い状態を内に向けてね、この割った状態を外に向けてるっていうのは一体どういうことなのってね、ここに私はね、非常にね、そうそう、そこにね、興味をね、まずね、持ったわけよ。外側を平面にして、内側を 曲面にするというね、この構造体の中にある思想性がすごいなと。で、この縄文のね、マーキー遺跡の思想っていうのが一体何であるのかっていうことにね、大変関心を持ちまして、ここにもう一回来て、それが一体何だったのかっていうことを、考えてみたいなと。縄文の哲学を、マーキーの哲学を、そしてこの木と循環の構造がね、どういうものなのかっていうことを改めて再構成したいなと、理解したいなと思いました。ありがとうございます。今日はいろいろとね、いい、あれができました。それで、あそこの土手に上がりましてね、そして私は海がどう見えるかを今確認したいんです。線路に登ったらわずかに見えたつくも湾が、でも湾がここまで海が押し寄せてきてたということはあり得るから、あのウッドサークルの近くまで海が来ていたという可能性はある。線路を降りていく佐軍寺、うわちゃもうやったやった縄文遺跡が笑ってるこれ板取りだ、たくさんある、食べれるよ。結構これが入り江に入っていたら、はい、といったらなかなかいいでしょ。いいですね、この入り江のね、こう海が、あの穏やかでしょう、このすごく空港もいいし、いいね、あの岩もね、なかなか、ね、なんかちょうどで、こちらからこうね入って、それでこの中にこう、今これが川が流れているわけだけど、この中にこうね、入り込んでいって、これが汽水、あの汽水になるわけだよね。汽水がこう、交わると、はい。そうですね。そこに、そこにサークルを、ウッドサークルが、あの水が流れてくるようなところが、ね、ちょうど真ん中の半円から、あの、この海からですね。と水がこう上流に、これがあのウッドサークルの下から流れていくわけだからさ、なんとか清白祭だったと思うんですけど、清白祭の宵宮の出汁、で今日の夜8時頃に何かそれを製造にするというか、まあ、あのある場所に、もう8時だよ、8時半で、2年間はコロナで中止だったんですね。ああで今年がそのまあ、2年間はね、久しぶりにやるということで、ああで、デカ山といって、デカ山、出汁のすごい巨大なものが出るらしいんですけどね、ああそれをちょっと入れたらなと思って、七尾でね、これクジラですか、デカ山、あの、あなたのことじゃないんですか。いや、私はでかいな、でか頭です声が聞こえてきましたね、うん、のようなちょっと
祇園渓かもね。お、祇園渓ですな。お、チンチキ。おい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 。わーしょい。わーしょい。わーしょい。おい。わーしょい。Thank you.